固定。ゆっくり耳かき店へようこそ。本日お客様を担当させていただきます。庭渡陸鷹です。種族は神様で。二つ名は地獄関所の番頭神で。能力は、喉の病気を癒す程度の能力があり。登場作品は、東方奇境獣、三面中ボス、三面ボス、なんです。それでは、早速始めていきますので。私の膝に横になってくださいね。では、失礼します。痛くないですか？はい、痛くないけど。実は喉の調子が良くないのですか？最近寒いし、乾燥してますからね。では、あんして、喉を見せてください。ああ、少し赤いですね。でも、ちょうど私を指名してくださってよかったです。見渡り神のご利益の一つに、子供の咳や、百日咳を癒す、というものがあるので。はい、病院に行かなくても大丈夫だと思います。このくらいなら、すぐに癒せると思うので。いえいえ、じゃあ耳かきしながら癒していきますね。喉の調子がだいぶ楽になってきましたか。よかったです。耳かきしてもらいながら喉も癒せるなんて一石二鳥だというのですね。でも施術料は高くつきますよ。ふふふ、冗談です。びっくりしましたか。固定、冗談が過ぎたので頭の上に乗っているひよこに叱られてしまいました。お客様、本当にすみません。そのぐらいの冗談は平気だと言ってくださるのですか。ありがとうございます。そして、私のことをよく知らないからもっと知りたいというのですか。わかりました。私は、家畜化される前の野生の鶏の神である鶏神なんです。そして、鶏神は日本神話由来ではない民間信仰の神で、関東から東北にかけてこの神の名を冠する神社が点在します。それは、帝渡り、鶏渡り、北渡り、北羽渡り、鬼渡り、神和里氏、神渡り、剣渡り、鶏渡り、子渡り、子渡りなどと表記し、世にも達したようなんです。そして、百日咳治癒などの信仰を受ける神とされているんです。もっと知りたいですか？はい、いいですよ。それで、私は地獄や鬼の国などの、異界の関所で番人を務めていて、鬼と人間を見分けてそれぞれの居場所に振り分ける仕事を務めています。でも、異界の関所に常駐しているわけではなく、本来は妖怪の山の滝上の、見晴らしの良いところに住んでいるんです。そして、初登場作品は奇境獣で、地獄へ向かおうとする霊夢たちの前に現れ勝負を挑みます。でも、本当は事前に閻魔様から霊夢たちのことは聞いていたのですが、彼女たちが地獄でもうまく立ち回れるか腕試しをしていたんです。はい、私の性格ですか。それは、自分で言うのもなんですが、自治的で礼儀正しく、平等と利他を優先します。そして、時折自信を取り頭だと称しますが、閻魔の忠告を思い出して、霊夢たちに伝えるなどそうとは思えないところがあるんです。まあ、お客様。私は取り頭ではなく、記憶が頭に乗ってるだけじゃないの、とおっしゃるのですか。そう言ってくださってありがとうございます。実は、密かに人間の食料と化してしまった鶏たちの、地位向上のために何かできないか日々模索してるところなんです。まあ、お客様、私を応援してくださるのですか。
に集中しますので、ゆっくりしててくださいね。
これで耳も綺麗になり、喉も癒せたと思います。それではお客様、安心しておやすみなさい。